なんや。岩が転げてくんねん。逃げ場があれへん。あかん。
ここが鬼神の墓所。多分間違いありません。この伝承の書に書かれている通りに来ましたから。でもなんだか不気味なところですね。せやな、でも行くしかないやろ。そうですね、入り口はあそこなのかな。いよいよやな。ま、眠ったまんまだったらほっときゃいいんだろ。さっさと終わらせて帰って一杯やろうや。どっかで聞いたことのある笑い声が。水原誠、こんなところで会うとは奇遇だな。やっぱり陣内か。まことよ、ここで会ったが100年目。我が最大のライバル、貴様も今日で最後だ。見よ、我が最強の精鋭部隊、マグロム女王続々新鋭軍団を。それにしてもお前、なんでここが分かったんや。我々バグロムの情報網を侮ってもらっては困る。貴様らの目的や行動は全て私に筒抜けだったのだ。なんやて、いつの間に。そういえば誠様、しばらく前から誠様の周りを小さな虫が3交代くらいで飛び回ってましたよ。道中ずっと退屈だったんで私観察してたんですよ。今から思えばあれがバグロムのスパイだったんですね。観察せんでもええから、なんで教えてくれへんかったんや。どうだ、納得いったか。というわけで、キシンイフリータは我々がいただいた。貴様らはおとなしく家に帰って芋食って寝てしまい。なんやて、そんなことして一体何をするつもりや。決まりきったこと、エルハザードを征服するのだ。陣内、お前の好きにはさせんで。エルハザードを征服して何になるんですか。気持ちいいではないか。それだけ。それだけだ。それだけなんだ。納得してどないするんや。ごちゃごちゃとうるさい奴らだ。行け、我が最強の兵士たちを。あ、化粧回しをしたレッサーパンダが荒巻鮭を担いで変態を組みながら飛んでいる。なんだと、どこだ。みんな、今のうちに中へ。誠様、レッサーパンダって何ですか。ええから、早く。よし、おい誠、化
粧回しのレッサーパンダなどどこにもいないではないか。マコト、あれ、いない。さてはマコトめ、たばかったぞ。おのれ、私の純真な心につけいるとは卑怯な。おい、やつらを追うのだ。なんか陰気臭いとこやな。そうですね、なんか出そうですよね。こういうところは苦手なんですよ。心配すんな。ま、何か出るって言うなら破壊の鬼神ぐらいしか出ないだろうさ。とにかく先へ進まんと。後ろが騒がしいようですけど。しつこい連中だな。急ぐで。誠様、少し休みませんか。私疲れちゃいましたよ。せやかて、後ろから追ってきてるんや。ゆっくりはしておれへんやろ。だけど、なんとなく後ろが静かになったような気がしないか。きっとあいつ、なんか企んでいるんですよ。ありえるな。本当にこの道でいいのかな。あれーれ、頼むで。でも、なんか同じ風景ばっかり見てると全然進んでないように思えてきて。なんや。岩が転げてくんねん。もうあかん。あれ、どすくい。な、何事や。先生、あれ、生きてる。あ、富士山。なんだこれ。好き。おりゃーのわに教育者として生徒の安全を守るのは当たり前だからな。
それよりお前たち先に行け。この通路の中なら俺一人で十分食い止められるぜ。藤沢様、大丈夫ですか？心配するな。俺が酒を飲んでないってさっき分かっただろ。ほな先生、お願いします。誠様、ひょっとして私たち同じところをぐるぐる回っているだけじゃないんですか？ちょっとずつ上に上がっているさかい、それはないと思うんやけど。あ、見てください、光が見えますよ。行ってみましょう。おい、あれれ、ちょっと待って。えらい広い部屋やな。真ん中にある丸いもんは何やろ。変だな、この先にまだ部屋があるはずですよ。そうは言うてもな。それに、なんだろうこれ。何が？真偽って書いてあるんですけど、なんか名前からして偉そうなものが置いてある部屋もあるみたいですよ。真偽？それどころやあらへん。はよ、真の現実を探さんと。やっぱり何もあれへん。めぼしいもんは中央の玉だけか。これ何やろな。誠様、何でもベタベタ触ったら危ないですよ。一体どないしたんや。ここはどこなんや。なんやこの部屋。誠様、あれを。なんやあれは。これは。これが鬼神？ただの女の子にしか見えへんけど。動き始めていますよ。やっぱりもうすぐ復活するんです。誠様、まだ眠っているうちに何とかしましょうよ。はあ、ギリギリで間に合うたんやな。とにかく助かったで。この杖は何なんや。これがイフリータのゼンマイみたいですね。これがゼンマイ。誠様、そろそろ始めましょう。で、一体どないしたらええんや。ですね、何イフリータのゼンマイを背中の穴に入れて回せばええんやな。回してはならない。回してはならないった。よし。ああ危ないな。もう少しで回すとこやったで。まったく肝心なとこは、はよ言うてな。誠様。え？あれ。
目が合ってしもた。どうも。目覚めてしもた。どうしましょう。どないしよう。ゼンマイを最初に巻き、力を与えた者に従うそうだな。そこで見ているがいい。やめろ、陣内。ああ、なんてことするのよ。もう遅いわ。屈辱的だろう。これで鬼神は我々のものだ。エルハザードは我が手中にあるも同然だぞ。さあ行け、鬼神ユフリータよ。手始めにこいつらを始末しろ。こっちに行きますよ。あの。